じゃあまずは結婚おめでとうございます。ありがとうございます。いつ入れたの席？17日です。17、なんで？縁起がいい日っていうのを調べて11月17だったのと、プロポーズしたのが9月17なんで。へー。でもまあ代表選ばれたんで一緒には席に出せなかったですけど。一人で出しに行ったの？出してもらった。複雑な思いでね、代表入ったから。いやごめん、代表入ったわって言って彼女に。へー、珍しいね。申し訳ない。まあでもおめでたいね。どんぐらい付き合ったの？高校からだから今4年半とかじゃない？すごいね。長いよね。長い。結婚しようと思ったきっかけというか、まあ、踏み切ったわけみたいな。いやもうだから長く付き合ってるし、同棲もしてたから、この人だなとはしばらく思ってたから、じゃあ今でもいいかなって感じかな。多分22ってまだ早いし。うん、早いよ。なんかまだいいんじゃないって多分思う人の方が多いし、なんなら俺の親も多分ちょっと思ってたけど、別に今やっても来年やってもいくつになってやっても気持ち絶対変わんないからなと思ったら、別に今でいいかなっていう、うん、奥さん知ってるけど賢いよね。賢いね。留学してたんだよね。ちゃんとしてる。え、じゃあもう仕事しながらってこと？今仕事してる。お互いに。うん、まあ、まだその後は決めてないって感じか。うん、まあそうだね。今の仕事ずっと続けるかもしれないし、彼女のやりたいことをすごいな、うん、尊重してるし、いい関係性だね。でもそれはね。どう、結婚生活？新婚生活か。ちょっとめっちゃざっくり聞くわ。 俺昨日帰ってきたばっか。、うん、昨日の夜。あ、そっか。そう、結婚してからは。そっか。ワイワイしてるのは楽しいなと思う。家事とかはどんな感じなの？仕事帰ってくるの遅いから。あ、まあそっか。そう、そうだよね。割と俺が頑張ってはいるのかなって感じ。てかさ、一個さ聞きたいんだけどさ、うん、その奥さんのことなんて呼んでんの？こういう場で。俺結構困ってるんだよ。今も多分彼女って言ってるけど、いまだに俺も定まってないかも。奥嫁とか言うし、嫁さんとかも言うし。なんか名前で呼ぶ時もあるし。なんか何がいいのか分かんないよね。でもなんか目上の人にはなんかたまになんか妻とか言っちゃうし、でも妻とか言い慣れないじゃん、なんか。僕の妻がみたいな。妻って言いたくない？なかなか。なるほどね。それはちょっと恥ずかしいかも。なんか妻っていうのが。そうそう、嫁っていうとちょっと偉そうじゃん。そう。なんかね。でも嫁さんもなんか違うな。なんか違うからさ。そう。結構難しい。かといって名前聞きたいよね。名前で呼べないし、ね。でも妻がって言わない意見で多分。フォーマルのところ。難しいよね。難しい、本当に。難しい難しい。奥さん、俺の、まあでも奥さんが一番なんか。確かに。俺の奥さんが、へえ、面白い。確かに。定まってないんだよね。定まってないね。そうそう。いいのがあったら欲しいね。コメント欄で欲しいね。うん。ちゃんとしたのがね。ちゃんとしたの欲しい。でも天君絶対参考にしちゃダメっすよ。マジで。俺思いますよ。天君は本当奥さんがちゃんとしてるから成り立ってます。アドバイスなんてないよね。何何。我慢とか言うけどね、よく。でもそんな我慢する感じでもないでしょ、別に。まあもう4年半から付き合ってるから大体わかるからで、もうそんな嫁に言われるよ俺も。謝ればいいんよって。そう、確かにそれは謝ってる。謝っても終わらん時あるけどね。うん、何について謝ってるか分かんないでしょ、とりあえず。とりあえず謝るだけ謝って。さ分かんないけど謝っとこうみたいな。なんでごめんなのって。天君絶対分かるもん、それが。うわ、反省してねえなみたいな。なんてよく分かってるよね。うん、マジ分かる。違う違う、あれはさ、サボりたいからね、絶対あの人。それがスタンダードに。ああ、だからあれでしょ、最初はやってくれてたのにみたいなのが良くないってことでしょ。最初からやってる。やべえ、めっちゃカバー上がるってやってる。トヨタ正反対のこと言ってる。これはみんな聞きたいと思うけど、今年1年キャプテンやって、まあ、ざっくりになるけどどうだった？いや結構初めて。いや、ユースの時にもやったけど、まあ、ユースの時の重みと全然違うよね。ちょっと違うよね、やっぱりね。サポーターに挨拶する時とか、やっぱ結果出せなかったらブーイングとかも今年何度もあったし、うん、そういう中でやっぱ自分が結果出せてない歯がゆさとか
悔しさはキャプテンやる前と全然違うかなっていうふうに思います。全部自分に矢印を向けるタイプなんで。そうだね、結構へこみやすいになるからね。でも結構やっぱり1年間シーズン通してもうラストだからいいよね、いろいろシーズン終わりだから全然言っていいと思うけど、きつい時もあったし、いい時もあったって感じ、うん、まあやっぱり勝ててたら正直チームの雰囲気もいいし、うん、なんかあんますることない。特にそう、多分俺が変に動かなくていいんだと思うんで、うんうん、みんな自然とやるし、でやっぱ年下で気づけないところもあったし、多少言えないところも多分今思えばあったし、もっと言えたかなってのもあるし、確かにってなると、いやもっとできることあったなっていうふうには思うね。できることあったなってめっちゃ思うよな。思う思うけど、その時はその時でやっぱ精一杯、なんかそんな自分、確かに自分のことで いっぱいいっぱいになることもあるしさ、自分自身さえモチベーションちょっと保てない時だってあるから、元気づけようとか支えようって慣れてない時もあったかなっていう。でもシーズン途中でさ、ちょっとみんなでミーティングやったじゃん、うん、あの時はきつかった。きつかったね。なんかちょっとあんまり流れ良くないから、そうそうそう、話そうつって一回話そうと思って、うまく話まとまってなかったけどなでもとりあえずもう言いたいことは、でもすごいじゃん、あの行動をすることによってさ、まあ少しは引き締まるし、うん、俺なんて2年やってやったことないから、ミーティングなんてやってなかった。いやそれはでもさ正直 J2 の時なんてもうする人ないじゃん、まあ、あの時は上の人がね、いろいろ支えてくれたし、だし、うん、勝っててチームもいい状態だったし、うん、なんかわざわざ意思統一とかすることもなかったから。そうねそうね、でもまあいろいろ意見あるからさ、うん、やっぱ選手たちでさ意思統一することってすごい大事じゃん。まあ ねそれができん時もいっぱいあったからさ、それにしてはすげえなと思って。いやーどうなんだろうね、うん、でもやっぱ俺が今思うのは本当このメンバーだからやれたのもあると思うけどね。なんかみんなやっぱそれぞれメラメラしてるじゃん、ピッチ入ったらみんなやるし、だからなんかわざわざ俺がなんか集めてもっとやろうよみたいに言わなくてもちゃんとやるときはやるし、ただ多分もっとできるんだろうなみたいな、張さんに言われて、なんか引き締まってるつもりでももっと引き締められて練習の強度上がったりとかもするじゃん、よく。そうだね、ってなるとそれを俺が多分その役をやんなきゃいけないんだろうなとか、ある程度できてるなじゃなくてもっとできるなって感じなきゃいけないんだろうなっていうのは思ったかな。それに気づいてね。そう、まあ、ちょっとずつ気づいてくるよね。負けてる時って顕著に出るじゃん。出るよ、ね、些細なミスが一気に失点に絡んだりとか、こういうミスで変な失点の仕方するもんね。そうってなってやっと気づくっていうのが多分まだまだなんだろうなっていうふうに思う、うんうん、もっとその前に多分対策できたはずなのにみたいな。確かにそれができてきたらやっぱり上昇軍団に入ってくるんだろうね。そうやられる前に気づけるかどうかっていうのが、うん、力不足だなっていうふうに思ったな。まあ22ですから全然ね、うん、まあここで完璧にやれるとも思ってなかったけど、うん、でもいい経験になった なってるね。なってる。やっぱもう全然違うね、気持ちっていうか、なんかそういう隙はない1年を過ごせたかなって思う。引っ張られてるだけじゃなくてとは思うかな。で本当自分のプレーとキャプテンを同時にこなしてるってすげえよな。いや本当に難しい。難しいよな、うん、なんならだって普通にこの年1年多分あったし忘れかけてたの。すごいよね。なんかね、俺も本当去年とか自分のプレーに集中しすぎて、どっちかになると思う。どっちかになるよね、うん、俺らが理想としてるなんか長谷部誠さんとか健吾さんとか遠藤航さんとかすごいよな。いざ実際キャプテンになってみたら分かる、うん、凄さが分かるよな。本当に確かにめっちゃ積もってたシーズンじゃない。まあそうだね、キャプテンもプラスしてね。なおね、まあでも点決めたあの F 投戦は一番手応えあったかな。最初、そう一番最初、まあ、2戦負けて、うんうんうん、キャプテンやって結構きつくて、でももう一回自分たちでやろうよって言ってやっぱ鹿島でやられた、うんうんうん、そのホームであの試合内容と、まあ、点も決めれたし勝てたっていうのは、まあ、自分の中で一つこのシーズンこうやって京都さんが行くんだよっていうのを見せれたかなと思ったかな、うん、そこからだって一応3連勝でしょ。勢い乗れたしね、うんうん、あれは大事な試合だったかなと思う。でも後半戦はね、なんかどっかの試合からね結構なんか自分たちのサッカーができ始めたっていうか、
なんか手応え感じる試合が多かったんですよ。負けたにしても引き分けたにしても勝ったにしても自分たちから攻撃につないでいくっていうシーンも多かったし、前から奪うっていうシーンも多くて、まあそれが結構ベースになってきた時期があって、ルヴァンのセレッソ戦とかそのあたりも結構手応え感じた試合だったし、うん、チームとしての流れっていうか、出てない人も出てる人も、すごくいい雰囲気でできてたかなっていうのはあるかな。成長みたいなのはすごく感じるよね、うん、なんか自分たちの土俵でやれてる感はそうだね、うん、あるよね、あるある。あともうちょっとなんだけどね、うんうん、まあそこがちょっとの差だけど大きいんだよね。大きい本当に勝負を分けるその質だったりやっぱり、でもやっぱ相手がもう京都このサッカーやるよねって分かってても、うん、だいぶ自分たちのサッカーに持っていけるようになったのは、そうね、良くなったと思う。良くなって良くなって、ただ京都前から来るから後ろ裏切ればいいよねじゃないじゃん、もう相手も、うん、その対策というかそれもやられなくなってきたし、まあそういう面だとやっぱ前期やられたマリノス最終戦っていうのは楽しみだけどね。強いよね。1対4だったっけ。1対4だ、ね、セットプレーとかでもやれたもんね。力の差で持っていかれたかなと思うし、うん、そこを超えたいね。ホームでリベンジしないとね、うん、最後は勝とうよ。最終戦は喜んでる姿あんまりね目の前で見たくないし。